やほこんにちは、サイコです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はアイブちゃんですね、ダブルタイトル曲のうちの2曲目かな、アッセンディオでいいのかな、読み方がねちょっとなんか不安になって調べたんですけど、アッセンディオ、イタリア語で火をつける、燃やす、点火する、スイッチを入れる、刺激するなどの意味があるということで、こちらの MV が出ておりましたので、早速皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。いやもうさ、ちょっと待ってみたいな感じなんですよね。何この不穏な感じは。めっちゃ怖くない？これイソちゃんだよね。これもう怖いんですけどっていう。楽しみ、どんな感じなのかね。お願いします。やば、あらみんな、すごい招かれてる。ちょっと怖いけど、そもそもがこのみんなの表情とか結構怖いけど、そういえばあれかな、水着でなんか話題になってた気がするんですけど、ワニャンちゃんの水着がどうみたいなさ、これのことを言ってるのかな。なんかこのシーンっていうかこの画像を見た気がするんですけど、この MV で水着になるっていうことだったんだ。珍しいよね。でも韓国で水着ね、こういうあの若いアイドルの子たちが、カバーかけイッソ、このイッソのイかな、ここでエッジボイスが乗ってる。これはレイちゃんの声かな。とても特徴的なのは語尾のこの吐いてる音ですね。皆さんにもね結構はっきり聞こえてくると思います。かなりこんな感じでずっとこの語尾をっていう風に吐いてますね。独特な音だよね、イソちゃんはね。なんかこう鼻側の響きというかね。うん、バッグとかバッド、ここで韻を踏みながら、入りのイの音ではエッジボイスが聞こえてきますね。ここもそう。基本的に入りはエッジボイス、後ろの方は韻を踏んでいく言葉っていう感じですね。この組み合わせで歌っていると思います。何？誰かいなくなったの？ちょっとMV の内容は音に集中してるとあんまり追い切れないので、ちょっとそのあたりは皆さんにお任せします。はい、今ちょっと誰かが、ユジンちゃんが叫んだような音が聞こえたんですけれども、ちょっとそこの歌のところをちょっと確認しようかな。ここなんかダラッタッタッチャーン、すごい軽やかな、ちょっとこう魔法にかけちゃうぞみたいなさそんな感じのメロディーですよね。ちょっと摩訶不思議な感じのメロディーライン。ガンハンゲジョンチ、ここちょっとねっとりしますね。このジャン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 と、ここの取り方が割としっとりめにねっとりめに聞かせてくる感じ。柔らかいねこれ、めちゃくちゃ柔らかいし、あと始まんのとかな、マンでビブラート、タララタタン、ここさ Gonna make it make you のメインの音ですね。ここ上から取ったり Crazy、 こんな感じ、 Cray でエッジボイス入れてから Z でビブラートですね。ちょっとこのあたりビリー・アイリッシュっぽい感じを私はすごい感じてしまうんですけど、皆さんいかがでしょうかちょっとああいうテンション下げめのダークミがあるシーンというかね、歌声がね、結構忙しくなるね。ちょっとシャリシャリした質感のリズム、テン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 みたいな、これ早めのシャリシャリしたビートが聞こえてきますけれども、まず一発目の声かな、これうーみたいな、こういう感じですね。うーあっていう感じでちょっと息を吐くんですけど、その前に一回ちょっと声帯グッと締めて、うーあって感じ。はい、このニュアンスがちょっと入ってるところですね。これユージンちゃんかな、死んじゃい、
こんな感じですね。シンジャン、ここはシンジャン、ちょっとしゃくりのニュアンスが続きます。でその後 NG ですね、このパッチンの NG の音でちょっと鼻の方にシンジャンってこうやって鼻の方に一回抜きます。抜いてから戻す、ジャンヒー、こんな感じでイノボイを発生していく。なればって言えないってまじちまら、こんな感じになってるんじゃないかな。なればってここで、ボールって2箇所しゃくる、 yeah like that、 ここの like that、 ここも2箇所しゃくる。でまじちちで上に上げますね。その後のもら、ここに関してはもらとらが分かれます。で分かれる時に一回切るんですけれども、もはまっすぐ切って息の方に吐いてそのままピュッと裏返します。もも、こんな感じです。でそのままもらチャチャチャン、ワンツースリーで音取っていくって感じですね。結構このあたりスピード感も速いし、まあしゃくりのニュアンスがかなり多く入っている、かつそういうちょっとこう細かい息を吐いたりとか裏返したりとかっていうニュアンスが入ってくるので、結構難易度の高いパートでございますね、ここね。うわ、ここの待って、これ誰、こボニョンちゃん、この後、うわなんかまつげがメッシュ影のせいでまつげがメッシュなんですけど、すごい綺麗だね、やばいね。でちょっと歌声的なところで言うと、ちょっと分かりやすく2つ落としたところがあったので、そこ聞きましょうか。ここですね、チャーチャー、ここで2箇所、下に落とすような動きが出てきます。あー待って、ちょっと待って、乙女のポリシーじゃないこれ、乙女のポリシーね、やだー、これ見た映像じゃなくて画像で X で写真やばと思って、完全にセーラームーンなんですけどみたいなさ、結構ぶち上がったやつなんですけど、待って、ここで乙女のポリシー出てくるの？だし、まあ私が大好きなカウント系でございますね。5678、上昇の方ですね、下降タイプじゃなくて上昇タイプですね。ありがとうございます。 Don't hurt me、 この hurt の音でちょっとこう止まる、 T のところで hurtちょっと息が止まるんですね、声帯が閉じるんですね。この音もとても美味しいですね。これ何、私のパソコンのバグじゃなくて小さくなる音、これあすんじーみたいな感じで、なんかここめっちゃちっちゃくならん音、なんでこれ、やだー、クール系も好き、クール系も好きです。ちょっとさっきのは甘い、あの小悪魔系女子な、あの Watch me, don't touch me だったんですけども、あの今回これガウルちゃんかな、ちょっとクールなんだよね、 Touch me, don't touch me、 もうこびない、こびない女、スンディー、ここのあの音ですね、少しエッジの音がガリッと入ってくるんじゃないかな。やだ、ちょっとそういうことだったんだ、この曲だったんだね。いや何の MV とか何のコンセプトだろうとかと思ってたんですけど、へえ、乙女のポリシー、これちょっとめちゃくちゃ熱いよな、この丸っこいやつ、丸っこいやつマジ上がるよね、このフラフープみたいなやつ、でっかい指輪、もしくはね、もしくはでっかい指輪、めちゃくちゃ可愛いんですけど、使われてるやつ、やだ、こういう小物系めっちゃいいね。これは CG なのかな、本物 CG じゃなくて、うわー、乙女のポリシー、ねえピンクのやつ持ってた、若き咲子は、若き咲子はさ、このピンクのやつ振り回してたよ、ちょっと待って、おめでとうございます、セーラームーン世代の方、もうドキドキが止まらないですね、こういうのね。ダッサイダッサイ、スンディー、ここら辺のちょっと抜いてる感じもめちゃくちゃ好き、どういう意味だろうね、ちょっとここだけ日本語にしていい、日本語字幕出る、出ないね、出ないね、そ
こまでサポートしてくれないか、さすがにごめんなさい。英語のやつはちょっと後で調べようかな。はい、ということでちょっとごめんね、続きいくね。すげえ、なんかこの飛び込み方がさ、ちょっと昭和を感じるんだけど、これわかる？これ誰？めちゃくちゃ面白いんだけど、これ。うわぁ、何？うわうわ、悪い顔ね、怯えてんだけど、うちのガウル姉さんが。やめてもらっていいですかね。え、何こいつは、悪党的な話、黒対白みたいな話。また走るね、ガウルちゃんね。ここなんだけど、声がすごいダークトーンになっていて、まず H ボイスにしますね、お尻の方ね。でその後、チャーブゲースチャーム、ここのゲーソゲーソ、ここがちょっとね、ゲーの音がちょっと長めなんですよね。長めで、ソがめっちゃ短い。チャービョーゲースチャーンって感じで、ここのソに関してのこの母音の発声みたいなのはほぼ感じないですね。息の音になってるんじゃないかな。セクチェロムルトンゴン。こんな感じかな。セとか、ムーのムーの音、トンの音ですね。ここは、しゃくるような動きっていうのが出てきて、最後のゴンの後ろは、っていう風に吐くような、このとても細かい作り、動きが入ってきます。ここめっちゃいいね、このピュアの音。ピュア、全然ピュアじゃないの。この全然ピュアじゃないピュアの音ね、とかクーの音、ここもエッジボイスにしてますね。ピアノピッチ、ここら辺もちょっとこうかっこいい感じで歌ってるっていうか、割とこう前側にこう引っ掛けるようなニュアンスですね。はい、ちょっとこう透かした感じというか、ね、すごいイケメンに聞こえる。ここいいね、このなんか浅い感じ、ちょっとイケメンなんで音が作ってる音がちょっとこうイケメン風な感じなんで、これガウルちゃんだよね、多分歌ってるのね。このアヌコヤあたりの質感とかも超かっこいい。なんかアヌコヤ out of control ってこうしっかり歌おうとしないっていうか、なんかちょっと透かすんですね、やっぱアヌコヤ out of control みたいな、なんかちょっと透かすんですよ。この軽さとかこの浅さがめちゃくちゃかっこよくて大好き、これ。ちょっとあれですね、取り方チャーチャチャこんな感じかな。少しチャーっていうこのスピード感のある感じではなくて、ゆったりチャーチャチャ、はい、ゆったりしゃくってからの音を細かく落とす、このニュアンスでございました。失礼いたしました。気持ちいい。このイン踏んでくのめちゃくちゃ気持ちいいね、この曲ね。すごい。で、そこにこう、イソちゃんのやっぱ独特な音質が加わって、めちゃくちゃ特別なものになっている気がする。で、なんかこの儀式ね。なんか儀式してるね、これね。うん。で、ガウルちゃんがこの杖を握るということですね。あ、なるほど。ここは burn じゃないんだ。burn。あ、なるほどね。ダダダダダダダウンの流れに乗って、全部それで用意してたんですけど、気持ちいい。burn の音で、めちゃくちゃ裏切られた、これ。心臓器。ここ、またやってますね。で、あと、入りがうーに関しても、ちょっと色っぽいかな。うん。うーみたいな、こんな感じ。はい、エッジボイスにして、その後、チャーン、ちょっと落とす感じかな。早いね。やだー、変身しちゃうよね。一発でね。足綺麗。足綺麗。普通白タイツってさ、足太く見えるじゃないですか。足綺麗。さすが。さすがのアイブ姉さんたちって感じなんですけれども。やばいね、この、ダークなアイブと、ピュアホワイトなアイブがぶつかるわけですね。この動きちょっとやりたくなるやつね。で、あと Don't touch me かっこよすぎ。 Watch me, don't touch me, don't touch me. うわ、 Don't touch me、 うわ、
わ。友人ちゃんの Don't touch me やば。なんかかけられるね、魔術にね。なんか魔法かけられちゃうよね、これね。ウォニョンちゃん甘いよね、声がね。このなんか辛甘ミックス、甘辛ミックス、これさっきからこのシーンね、結構その感じ使われてるんじゃないかなと思うんですよ。あの最初の方もそうでしたけど、ちょっと甘めの方から辛めに行ったり、今回は辛めの方から甘めに戻るというね、はい、この甘辛ミックスがたまらないですよね。やだ、私このさ、やっぱウォニョンちゃんのさ表情がいいんですよね、彼女ってね。たまんないんですけど、お上手だよね本当に。好き。やばい、やばいじゃん、戦隊ヒーローみたいになってるよ、すごい本当に。え、リアルセーラームーンじゃん。やばくない、誰これ、誰このアクションやってんの、え、誰、ユジンちゃん。すげえんだけど、すごいんだけど、音楽よりももう映像楽しんじゃうんだけど、私こうなってくると。いかつ、このさ耳とかにさ、こういうの、こういう小物を、これ作ってる方は日本の方ですよね。結構ルセラちゃんとかもね、あの担当されてた気がするんですけど、あの日本人の方は作られてるのかな、また。え、時間がないと、ねえ、ウルトラマンかなみたいな話。このキャッチしていくタイミングもさ、リズムありますよね、これ合わせてるよね。ダンダン、そうだよね、合ってるよ。うわうわ、いやもう容赦ないね、やっぱ女はね、女同士はやっぱ容赦ないよね。うわ、白が勝ったのかな、これは、これ白が勝ったってことですね。うわー、やっぱ白勝ってもらわないと。うん。アッセンディーやー。なんか、ちょっと昭和じゃない、この動き。なんか昭和だよね。この なんだろうな。このなんか戦隊ものに対するイメージ感がこれなのかな。なんかすごい面白いね。冷やすやつかな、それって。冷やさないといけないやつ？ヨーグルトね。ヨーグルト、あの、イチゴもあるかな。チーズね。はいはい。これはピクルスかしら。ピクルス美味しいよね。昔あのセレナ・ゴメスがね、ずっとピクルス食べてて、あの大好きで、彼女の大好物なんですけど、それに私もね、こう影響されてピクルスめっちゃ食べてた時あるんですけど、ちょっと思い出しちゃいました、ごめんなさい。うわー、うネズミじゃん、マジ無理なんだけど、マジで無理。一回見たことあるんですよ、道路でゴミ捨て場のところに。もうゾッとしたんだよね、ちょっと待って、フラッシュバックで鳥肌立ってる、やばー、怖い、やめてほしい、ネズミは。へえ、うん、杖がなくなっていると、そういうことね。これなんで消えちゃったの、この、12時2分、え、うわ、結構重量感ありそうな、5キロぐらいありそうですよね。てかこの小物が可愛いよね、やっぱね、これこの鏡欲しい人とかいるんじゃない、やば、いかつ。なんかこういう書体最近流行ってるのかな、よく見る気がするんだけど、あの K-POP で最近、うん、このなんかギラギラした感じとかね。ということで、そうですね、ちょっとまた皆さんが出してる考察とかもね、見ながら楽しみたいなと思うんですけれども、歌唱に関しては結構ね、私的には美味しいポイントが多かったなっていうのをすごく感じました。それこそ、直前に出してる動画でエスパちゃんの動画出してるんですけど、あっちはね、あんまりその美味しいポイントみたいなのをそんなに作ってなかったんですよね。うん、
メロディーラインもそうだし、彼女たちの歌い方的にも結構あっさりめな感じだったんですけど、アイブちゃんは逆にそれがすごくこううまみが多いシーンが多かったなっていうのをすごい感じてて、そのあたり結構こうね、比べて同じタイミングであの楽曲が出てたりとかもするのでね、いろいろこう比べながら見れると面白いんじゃないかなと思いますけれども、はい、ということで公式のリンクですね、下の概要欄の方に貼っておきますので、もしまだの方、投資で見たい方はぜひそちらから飛んでいただいて、こちらの、アッセンディをですね、見ていただけたらなというふうに思います。はい、じゃあ今日はね、こんな感じで動画終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。